ランニング食堂チャンネルです。今回はサブ3を達成するために取り組むべきトレーニング方法を解説したいと思います。早速結論ですが、 5000mTT で19分を目指す、月200キロは必ず走る、坂道が近道、筋トレを効率よく取り入れる、この4つが非常に大事になってくるかなと思います。それぞれ解説していきます。1つ目、 5000mTT を行うですね。サブ3達成のためには19分切りが一つ最低限の目標となってきます。この 5000m19 分というのは1キロあたり3分48秒ぐらいのペースになってくるんですけども、このサブ3のペースに対してこの 5000m の余裕度、スピードの余裕度がマラソンの余裕度につながってくるかと思います。 5000m19 分切りという速いペースでの余裕度がサブ3への最初のチケットと言えるんじゃないかなと思います。ここで大事になってくるのがスピードに偏りすぎないことが大事になります。 5000m19 分を切りたいからといってスピード練習にトレーニングすべてを傾けてはいけません。 5000m19 分はあくまでフルマラソンでサブ3を達成するための手段の一つです。ここは忘れずにフルマラソンの練習の中で19分切りを達成するというのが大事になってきます。なのでトレーニングに関してはしっかり距離も走りながらですが、スピード練習を怠らずにやりましょうということになります。まあ代表的なインターバル設定ペースとしては、フルマラソンのペースが4分15秒ですので、まあだいたい3分45秒から3分53秒ぐらいで、インターバルを行えればいいんじゃないかなと思います。続いて2つ目、月200キロ以上走るですね。まあ、30キロ以降の失速を防ぐにはやっぱり走り込みが必要になってくるかなと思います。月200キロ以内、月間走行距離が200キロ以内でサブ3を達成している人と、月間走行距離が200キロ以上で、サブ3を達成している人、どちらが多いと思いますか？もうこれ答えは簡単ですよね。月間走行距離、走った距離はほぼほぼ裏切らないと言っていいんじゃないかなと思います。ということで距離から逃げられないということなんですけど、とはいえ社会人でランニングを続けられている方は時間がないと、そんな方にサブ3達成の裏道を紹介します。それが3つ目、坂道は近道ということでございます。坂は強靭なハムストを作るには欠かせないサーフェスとなります。まあ、坂を使うことによって、ただ走るだけ、ただ平地を走るだけより効率よくハムや臀部に効率よく強度高く、刺激を与えることができます。坂道を走る時のポイントとしては、変にのけぞらないことですね。しっかりと体幹を意識して、腰から折れるんじゃなくて体をしっかり前傾して、押し切っていくというような走り方をしていきましょうという走り方が大事になるかなと思います。ちなみにうちの丸尾製作所 RC、 月額1500円のオンラインクラブ、僕がコーチングさせていただいているランニングクラブあるんですけども、そちらでもですね、月間走行距離が少ないのにサブ3を誰よりも先に達成したランナーさんがいらっしゃったんですけど、話を聞くとですね、トレーニング、普段のジョギングとかは坂道を普段使っているということで、やっぱり坂道って走行距離減らした分効率よく追い込むにはいい練習なんだろうなと思います。まあ、距離で追い込むか、距離は短くして坂で強度を上げるかというところで、時間がない社会人のランナーさんはぜひ坂道を使ってみるっていうのもいいのかなと思います。そして4つ目、筋トレ大事ですよという話です。まあ、年齢が高くなるほど僕は筋トレやるべきかなと思います。やっぱ筋肉量ってこう20代を超えると、まあ、20を超えたところからどんどん減っていくということで、70に近づくと20歳の頃から筋肉量は4割ぐらい減ると言われておりますので、まあ、それだけですね、何もしてないと筋肉量減っていきますと。まあ、筋肉量が減るってことは、中に存在しているミトコンドリアの量もおそらく減っていくんじゃないかなと。これが、回復力、疲労が抜けない原因になってくるかなと思うので、若い人より年齢がいってる人ほど筋トレはやるべき。しっかりと衰えに蓋をしてあげる、衰えないように維持してあげる必要が出てくるので、まあ、筋トレはですね、比較的やった方がいいんじゃないかなと思います。自宅でできるおすすめの筋トレに関しては、ブルガリアンスクワット、ヒップリフト、ワイドスクワットとなっております。
ということで、今回はですね、爆速でサブ3を達成する最強メソッドを紹介しました。今回紹介した内容は、こちらの平塚淳さんのサブ3達成最強メソッドという本を参考に作らせていただきました。この本はですね、僕、Kindle Unlimited で読みました。まあ、Kindle Unlimited は月額1480円の読み放題のサービスなんですけど、今回ですね、1月からこの本、Kindle Unlimited に入っておりますということで、ぜひ Kindle Unlimited 入ってる方は、この本ぜひ読んでください。結構僕ね、皆さんに Kindle Unlimited、というか Amazon の商品ですね、Audible とか Kindle Unlimited おすすめしてるんですけど、僕も結構ずっと利用してて、こういった掘り出し物の本がですね、毎月出てくるので、それをね、楽しみに僕は読んでおります。この他にもですね、前回紹介した三塚さんの頑張らないランニングも1月から Kindle Unlimited 読み放題に入ってるので、月額サービス入ってる方はぜひ読んでみてください。ちなみにですね、こちらの Kindle Unlimited 月額1480円のサービスなんですけど、今日、この動画が上がった今日まで、お試しキャンペーンということで、1月7日までに、キャンペーンで会員登録すると3ヶ月間99円で利用できるっていうですね、お試しキャンペーンをやっております。まあ、前回も紹介したので深くは触れないんですけど、この期間にぜひですね、この本読むだけでも全然、いいんじゃないかなと。この本読んで、三塚さんの頑張らないランニング読んですぐ解約するでも全然いいかなと思いますので、よかったら概要欄にリンクは入れておきますので、このお得な期間にですね、本を読んで知識をアップデートしましょう。ということで、本日はこちらの平塚淳さんのサブ3達成最強メソッドを元に動画を、サブ3を達成するためのトレーニングということで解説させていただきました。ということで、今日はですね、そんな感じで紹介させていただきました。今後もですね、 Kindle Unlimited を使ってこういったフルマラソンの本とか、マラソン上達の本とかも載ってるので、その辺も、僕の動画の方では紹介していきつつ、その他ですね、マラソンにおけるトレーニング理論なんかも発信していければなと思っております。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。